貨幣学、貨幣学、貨幣学、ギリシャ語、英語、ニューマスマティックスは、貨幣とその形態史に関する科学的研究の総称。日本語では貨幣学のほか、古仙学、小泉学、戦科学等と呼ばれるが、日本銀行金融研究所の金融研究会などではもっぱら貨幣学と、呼称している。貨幣学者は、 効果の研究を主体としているとされることが多いが、貨幣学の概念は、紙幣、株券、メダル、大メダルや、代用効果の研究も含まれるため、その研究分野はかなり広い。小切手、銀行研修集、株券、債券収集、そして、クレジットカード等も、また貨幣学的教師の対象とされる。先人が使用していた古代の貨幣は、珍奇なものであるとされるが、 物々交換に利用された物品はそれらが当時流通通貨として使用されていたものであっても貨幣としては除外される。例としてキルギスに住む人々は主要通貨単位として馬を使用し小銭として溶費を使用していた。この場合溶費は貨幣学的研究として適していると思われるが馬は研究の対象にならない。厳密には貨幣使用と その発展の経済的、歴史的研究と、貨幣の物理的具体化に関する、貨幣学研究とは別個のものとして考えられる。具体的な例を挙げれば、貨幣の起源について述べた、経済学的な理論は、貨幣学によるもので、分野は関連しているが似て、非なるものである。貨幣学は一つの古代学問であり、その歴史は、 史上初の貨幣学についての本を書き記したとされる、ユリウス・カイサル、ジュリアス・シーザーに遡ることができる。また貨幣学は効果に関した、歴史、地理、経済、金属工学、使用、そしてその製造過程など、多数の異なった側面からの研究が含まれる。日本では貨幣学は、古戦の収集や研究としての意味合いが、比較的強い。日本において、 古戦の歴史は古く、中国の古文戦にその起源を辿ることができる。621年当時等の時代であった中国の高祖によって制度を使用して鋳造され、やがてそれは剣闘士によって日本に伝わることとなる。708年に日本で初めて鋳造されたとされる和道開鎮が日本における事実上最初の古戦の始まりとなった。以来、 和道海鎮をはじめとする校長十二銭が、平安時代にかけて政府によって作られるが、その後は中国との日宋貿易を経て、宋銭が、後には観光貿易で、永楽通報などの民銭が大量に輸入され、都来銭が貨幣として流通した。それに伴い、日本では独自の貨幣鋳造は行われることが、なくなった。後醍醐天皇が新貨幣鋳造を計画をしたが、 兼務政権崩壊で水泡に返した。また、中世には国家による貨幣鋳造が行われなくなった代わりに私に貨幣を鋳造するものが多く出た。それらは、魔線を型に鋳型を作り、魔線より質の悪い銅を原料に大量に鋳造する。これらの貨幣を死駐線、型木駐船と呼ぶ。これら死駐船は、線影も不鮮明で、素材も劣悪なため、市場では ビタセンと呼ばれて嫌われた。しかし、中世に発展した貨幣経済に対する市場に流通する貨幣は少なく、これら市中線の量は時代を減るごとに多くなる。市場を安定化するために、地方政権である戦国大名はたびたびエリゼニ例をして渡し中線も通貨として流通させようとしたり、公衆金などの地方に限定された通貨を鋳造したが、成果は上がらなかった。 その後、統一政権である豊臣秀吉が天正大板を鋳造させたが、一般流通用というより温章の意味が大きかった。貨幣制度を整備する間もなく、豊臣政権は崩壊し、江戸幕府によって本格的な貨幣制度が整備された。幕府は小番や長銀をはじめとする様々な種類の金貨、銀貨を流通させるとともに、戦貨として官営通報を鋳造した。 それまでのトライ戦を完全に駆逐できるだけの質と量の貨幣を鋳造できた。また、地方における反殺、さらに幕末期にかけて長銀、豆板銀、一分銀や小板等が流通し始める。日露戦争が始まった頃から軍事用途として使用された軍票などの紙幣が見られたが、その後の第二次世界大戦では軍資金重視のため効果に アルミや銅などの極めて安価な素材が使用されるようなり、戦争の歴史を色濃く浮き立たせている。1964年の東京オリンピックより記念硬貨の発行が行われるようになり、その後天皇の即位、聖婚や国際博覧会の開催を記念したものなどが発行されいる。近年では奈良県他で1999年に多数発見され、 日本最古の貨幣ではないかとぶつぎを醸した不本線の存在や日本初期中の無門銀線についての記述など古戦の歴史に関しては研究が続けられている。2000年にはミレニアムを記念して2000円紙幣を発行したが自動販売機や ATM などの新紙幣への対応が間に合わなかったことや際立った必要性の無差などから多くの批判が紛失した。 さらにその後、複合機などのデジタル技術の進歩に伴い、紙幣の模造が比較的容易になったため、偽札の製造が相次いだ。そのため、最先端の偽造防止技術を駆使した新五百円硬貨が2000年に、1000円、5000円、1万円の革新紙幣が2004年に発行開始されるなどした。この新たな5000円紙幣の肖像には、樋口一葉が描かれ、 日本の紙幣市場において二人目の女性となった。しかしながら、すでに新五百円硬貨の偽造効果が一部で出回るなどし、政府の新たな技術進歩への対策を定期的に差し迫られる状況は依然続くとみられる。一方で、デジタル技術の波及は貨幣のあり方そのものを変化させており、エディなどをはじめとするお財布形態、電子マネーなどの新たな貨幣形態は、 経済学的な側面からの研究も進められている。貨幣学者とコイン収集家は時に区別される。前者は貨幣の図案や貨幣構造の知識習得により関連する一方で、後者は主として異なったデザインの貨幣を単に収集することに喜びを乱すものである。事実、多くの貨幣学者は収集家でもあり、逆もまた同様の事例が多い。 ウォルター・ブレインは熱心な収集家ではない、貨幣学者として著名な人物の例であるが、他方エジプトのファルーク一世は貨幣学にほとんど興味はなかったが、熱心なコイン収集家であったことでよく知られている。対照的に、ハリー・バスはコイン収集家であり、貨幣学者でもあったことで著名である。日本においては、田中博文がコイン収集家として有名。 日本銀行金融研究所貨幣博物館に所蔵される貨幣の多くは第二次世界大戦中に日本銀行へ送られたものである。今日において貨幣学者は自身の調査報告をインターネットで公表することも多い。特によく知られる例としては初期の南アフリカの貨幣学的歴史を研究するため30年間もの間を現地で過ごしたスコット・バルソンが有名である。 結果として彼の調査は南アフリカにおいて最初に広く流通した通貨が1874年に東グリカランドで貿易会社のストラッチャン会社によって発行された貿易用の代用貨幣であったことを示すものだった。書き換えブリンクを参照されたい。また貨幣学者は自身らが研究する効果の相対的な希少さを測定するために造幣局または 他の機関の記録を使用して歴史的背景に照らし合わせた貨幣の用途と鋳造量を頻繁に調査している。その貨幣の種類、造幣局によるエラー貨幣、金型のすり減りの進行度合い、コイン状に描かれている人物や、さらには効果が鋳造された際の社会政治的背景さえも彼らが関心を置く対象である。総じて貨幣学的分野の研究においては、 貨幣に関するる。ことででで重要なないいのの方が少ないのである、少あ多くのプロの貨幣学者は商用目的で効果の証明、格付けを行っている。効果のコレクションをプロの貨幣業者に売却したりまたは彼らから購入することは貨幣の研究をより前進させることであり、熟練した貨幣学者ともなれば歴史学者、博物館の学芸員、 そして考古学者から助言を得る者も,もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。